マインドマップ書いてますか？マインドマップを書いて、こうノートブックを探してどこに書いたかなっていうふうに探したことってありませんか？それでイラッとしたのがきっかけで、こちらのマインドマップノートを作りました。50ページまで書けるようになってて、このページ自体がマインドマップギャラリーになるようにしてあります。気になる方は動画詳細欄の方からダウンロードすることができます。この動画チャンネルは iPad やマインドマップ、手帳術とかマネジメントなどのノウハウを紹介しております。もしよかったらこちらの方もチャンネル登録よろしくお願いします。ではこちらのマインドマップノートなんですけど、ここにね、題名書けるようになってます。ここの中間の部分にマインドマップとかジャンル分けをできるようにしてあります。私の場合はですね、マインドマップ、手帳、 iPad ととりあえずこういう風に配置しました。過去に書いたもね、少し入れてありますけれども、ちょっとね、こう一個一個マインドマップが溜まっていくのも、またこれが満足感があって面白いんじゃないかなと思ってます。あとですね、こういう風にある程度間を空けてこのジャンル分けをすると、今後こうやってどんどんジャンルが増えていった時に間にね入れやすいので、間を空けとくことをおすすめします。でここの1から50までのこの数字の部分がリンクに貼ってありまして、この長押ししてリンクを開くと押すと、このようにこちらのマインドマップ書いたページに飛ぶことができます。こんな感じですね。でここ書き終えたら、この部分からページを書き出す、イメージで書き出すってやりまして、そうすると画像保存で、ね、書いたものをアウトプットして画像化しておくと、先ほど見せたこの目次ページに貼り付けることができます。まあ後でね、目次ページに貼り付けていきます。そしてこのページには右下の方にね、ページ数が書いてあります。なるべくね、マインドマップに影響ないように薄いブルーで、何ページ書いてるかっていうのがね、分かりやすいようにしております。そしてこちらの右上ですね、ここにロゴマークがあります。これを長押しするとですね、リンクを開くで目次ページに移動することができます。こういう感じですね。目次ページをマインドマップ化するためには、先ほどマインドマップの画像をこういうふうに挿入して入れていけばいいんですけれども、ただこの画像が何気に1メガ2メガあったりとかするので、ちょっと画像が重いなって気になる方は、こういうような画像圧縮ソフトを使って圧縮してからこちらの方に挿入していくことをおすすめします。で画像をね、こういうふうに任意の大きさにあって、こうある程度小さくしないとこのページ数が埋まらなくなると思うんで、まあなるべく小さめで始めた方がいいと思います。でこう入れましたら、ここ何ページなのかっていうのが分かりやすいように、こういうふうにね、ブランチを書いて、こういうふうにつなげてあげると、このマインドマップは4ページ目なんだなっていうのが分かりやすくなります。で、マインドマップギャラリーのこの目次で、ぐっとズームすると、このね、内容が全部見えるんですよね。まあ、画像の圧縮度合いにもよりますが、こういう感じですね。もう各ページ飛ばないでも検索するんであれば、ここで見ることが可能になります。あと、まあ、こういった説明の内容をこちらの使い方のページ2ページ目に、簡単ですけれども使い方のページを設けておきました。もしわからないことがあればこちらの方確認してみてください。今回マインドマップノートバージョン 3.1 では目次ページの部分をバージョンアップしましたので、今回紹介いたしました。ではまた。